Remember me. お別れだけど Remember me. 忘れないで。たとえ離れても心一つ。お前を思い歌うこの歌。Remember me.ギターの音色は優しく見守り包み込む。また抱きしめるまで。どうもこんにちは、香川博光です。今日も動画を見てくださってどうもありがとうございました。 Remember Me、今日は日本語バージョンで、カバーさせてもらいましたけれども、もうね、映画がめちゃくちゃ好きで、もうディズニー映画の中で一番好きなのがこの映画かもしれないっていうぐらい、もう劇場でめちゃめちゃ泣いたし、で DVD も見ましたし、で今度地上波のテレビで、あるってみたいなんで、またちょっと見て録画しとこうかなと思いますけど、もうね、歌もいいしストーリーも本当素晴らしいし、もうなんか、僕がミュージシャンだからっていうのもあるかもしれないんですけど、感情輸入しすぎちゃって、そのなんかめちゃくちゃね好きな映画です。で、今回はこの Remember Me ギター、よく僕ここまで使ってるんですけど、これもねすごくいい楽器で、そのそんなね、めちゃくちゃ何十万もするような、よくある楽器。僕が普段使ってるやつは、そう30万とかしたりするんですけど、これは多分もっともっと安くて、数万円くらいで買えるんですけど、でもね、なんかね、可愛くて、結構弾きやすくていい音がします。で、今回の動画は全部このギターでアレンジして、作ってみました。なんかね、こう、ちっちゃいんで小ぶりなんで、なんかこう、シュッと、パッと持ってこう弾くっていうのがなんかすごくねやりやすいなっていうのと、でなんか弦高が低いのかな、なんかすごく押さえるのに力がいらなくて、その弾きやすいんで、僕ね結構初心者の人がどんなギターいいですかって言われたら、結構これガチでおすすめしてます。なんかね僕は好き、弾きやすくて、でその音もなんかね優しいっていうか、なんか温かい感じのこういう音が鳴るんで、コツがあるんですけどね、あんまり力入れて弾くとあんまり音出ないんで、優しく優しく、
んなのか掴むように弾くというのがとてもね、重要なコツになってくるんですけど、でもね、なんかとってもおすすめの楽器です。ぜひギターを始めてみたいっていう方、これからね入ってみてもいいような気がする。だ子供が弾いてもさ弾きやすいと思うんで、結構小ぶりなんで、僕もこれいただき物なんですけど、すごくね重宝して、普段曲作ったり、こうやってレコーディングに使ったりしてます。ということで今日はリメンバーミー、日本語バージョンでお送りしました。どうもありがとうございました。高橋陽一でした。チャンネル登録してね。バイバイ。また次の動画でお会いしましょう。しけてちぎれそうで立ち止まったとしても、僕はいつも笑っているから、君は泣いたっていいんだよ。頑張って頑張って頑張ってる君の傷ついてすり減ったボロボロな手は、ため息ひとつ吹きかけるたびに美しく輝いてる、美しく輝いてる。頑張って頑張って頑張ってる君へ、頑張って頑張って頑張ってる君へ、頑張って頑張って頑張ってる君へ、頑張って頑張って頑張ってる君へ。